よろしくお願いします。今日はちょっと木の話っていうのを題材にこう話しようかななんて思うんですけども、はい、実は何度も実はこの木の話っていうのは話題には出してはいるんですね、うん、ただまあ、木の、樹脂の話だとか強度の話だとかっていうのをさせてもらったんですけども、はい、うんうんうん、リノベーション等の絡みだとか、うんうんうん、あと、まあ、つい最近のこの木の動き方、うんうんうん、ここら辺が結構ちょっと、状況が変わってきたので今日はちょっとネタにしようかななんて思っておりました。あ、はい、よろしくお願いいたします。ご存知の通り、去年一昨年ぐらいの前からね、ウッドショックっていうのが出てしまって、うんうんうん、材木が日本に入っていきませんっていう状態がずっと続いているわけなんですけども、はい、まあ本来であると今年の本当春ぐらいから、まあ今年の初めぐらいから開封して春ぐらいには元に戻るでしょうみたいな、そんな言い方はされてきてたんですけども、そうですね、全く変わらないですね、うん、現状がやっぱりコロナが長引いてるっていう状態がまず一番の原因で、うん、はい、まあ、そうすると現地で働いてる人だとか、うん、そういう人たちも会社に来れなかったり、うん、まあ、現実的には船が動いてないもんだから物が入ってこないっていうのが、はい、まあ、原因だったりもするわけなんですね。もともとアメリカの方の政策でね、住宅がいっぱい建って、うん、材料供給というのが間に合わないっていうところがあったんですけれども、はい、うん、今の問題は現実的には物流の問題っていうところと、やっぱり、その会社の稼働率っていうところでかなり苦しんでいるようです。あ、うん、でまた材木自体が、うんうんうん、また4月から値上がりするような話も正直出てます、うんうんうん、ですんで、まあ、今の現状で新潟ですと杉は国産材の杉が倍の値段、うんうんうん、ヒノキに至っては3倍の値段、うん、うん、これでも関西の方だとまたヒノキの値段はねよっぽど落ち着いてるのかもしれないんですけど、うん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 、結構あちこちでやっぱり悲鳴が上がってる状態ですよね。うーん、なんで正直新築をすると材木費が今までの倍になるっていう話なわけじゃないですか、うんうん、単純に言うと、はいはい、例えば2500万の家だったりすると、うんうん、そうですね、4、500万っていうところが、まあ、ざっくり倍になるっていう、うんうんうん、で実は一番こう悲鳴を上げてるのは工務店ではなくて、うんうん、ローコスト住宅ですね、うんうん、今まで安さ勝負でやってたのが、はい、安く仕入れられないわけですから、そうですね、元々の金額が量でカバーしてたんですよね、うん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 、例えば1万円のものを数いっぱい取るから、7000にしなさいみたいな、うんうん、そんな交渉をして数をいっぱい持ってきてたのが、うん、いや数がないんですって話になると、うんうんうん、元々の1万円っていう値段、7000の値段が、うん、原価の1万円になり、さらに今倍になっているので2万円になる、うん、つまり3倍になるわけじゃないですか、うん、すごい、うん、なんで例えば、ね、1800万で家が建ちますなんて言ってたところが、うんうん、今は500万ぐらいは量に上がってしまってるっていう、はあ、そこまで来てるんですね、うん、でそれをこう正直あの人たちはお客さんに言えないもんだから、うんうん、なかなかこうなんていうのかな、CM にしてもチラシにしても打てなくなってしまって、うんうんうん、今どちらかというと、顧客をつかめて家を建てるというよりは、建て売りだとかあちらの方に力が入っているっていうのが流れてあるんですよね。うん、だから結構建て売りは結構建てるじゃないですか。うん、あ、そうですね。うん、結局ローコスト住宅さんとか不動産屋さんが、うん、なんていうんですか、もう大工つかめてしまってたりするわけで、もともとそういう風な工務店だとか大工さんに、まあ、うちは数があるから、安いけども仕事を回すよっていうところで、うんうんうん、通常の家で
大工さんが5万円かかるのが3万円でやらせてるわけですよね。うん、うん、で、こいちゃんなんだけども、3万円にされてる大工さんは、うん、3万円にされたのになおかつ仕事がないっていう状態っていうのは、うん、おいどうなってんだよって話になるわけで、うんうんうん、仕事がないのは分かるけれども、うん、優先的にこっちに回すんじゃねえのかっていう話になって、うん、こうこいちゃんなんですけども、うん、暴動が起きるわけじゃないですか。あ、なるほど。だから、そういう会社はもう、建てざるを得ないから建て売りみたいな形で、とりあえずどんどんと家を建て、うん、で土地代の儲けを削ってでもこうなんていうんですか、家を建てているような状態なんですね。うんうんうん、なんでどちらかというと、もう懐の回しが効いてなくて、うんうん、どう言えばいいかな、要は自転車操業になっているのが現状なんです。うん、これが長く続くと本当に会社がやばくなるっていう状態になるんで、新築はそういう流れなんですけども、はい、うちは去年からずっとリノベーションオンリーで新築捨てちゃってリノベーションばっかりやってるんですけど、ですよね、何がリノベーションでこう何ですか、切り替えたかというと、この材木が問題なんですね。うんうんうん、材木がない中で新築して、強引に建ててって金額が上がるぐらいだったら、うんうんうん、リノベーションで材木を実は使う量がかなり少ないですから、そうですね、うん、まず土台柱梁ほとんど使わないわけじゃないですか、うん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 、あるものを使っていくわけですから、はい、まあ、足りないものは足していきますけどね、うんうんうん、まあ、そのレベルなんで、こちらなんですけども、なんすか、値段の上がる率が全然違うわけですよ、うん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 、そうするとリノベーションとい う形を 取って出来上がるのはでも新築と同じようなものになってくるっていう、うんうん、まあ、建て替え層には非常にいいんじゃないかなというところ で、うんうんうん、でそれをこう実は提案させてもらって、うん、まあ、ありがたい話で、ね、ちょっと大忙しになって今いる状態ではあります、うん、はい、なんで本当この時代っていうかこの今の流れの中でもう本当1年ぐらいは材木は落ち着きそうもないので、やっぱり家作りというのを考えていくときに、まあ、土地からの方はしょうがないんですけども、うんうんうん、まあ、持ち家があるのであればそういうふうな選択肢というところも考えていってもいいのかなとは思ってます。そうですね、うん、アイスタイルさんもね、今ちょっとリノベーションの話が出てきてたりはしてますけど、そうですね、まあ、3年前ぐらいからね、うん、ちょこちょこやらさせてはもらってたんですけどもね、うん、まあ、ここに来てなんか一気に増えたような感じですね、うん、知名度が出てきたんですよね、うんうん、ただこの知名度が出ては来てはいるんだけど、ちゃんとしたリノベーションを実はやってるところがないっていうのかな、うんうんうん、要はお客さんの要望に合ったリノベーションをしてくれるところがないんですよね。自分が東京に来たりするのは実はあるお客さんに会うのも原因で、はい、品川のお客さんなんですけども、うん、新潟が実家でその家をリノベーションするということで、先月かな、今月の初めに実は工事着工し始めたんですけども、うん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 、まあ、そのお客さんにちょっとこうせっかくこっち来たらいつも会ったりはするんですね、はい、うん、でそのお客さんはやっぱり新潟の業者何も知らない中で、どうしていいか分からずになんかいろいろ調べ回ってでいろいろこう、はい、なんていうんですか聞いていったらしいんだけれども、うんうんうん、やっぱりこうなんていうの何も言ってないけれども、うん、要は予算感っていうのは本当少ないって言えばいいのかな、うん、大概みんな1500万ぐらいでまとまるような図面とあとは、うん、なんですかねリフォームパックみたいなのを、はいはい、うん、勧められて、うんうん、こういうのどうですかって言ってきたんだけど私がやりたいのはこういうことじゃないんですよね、うん、っていう話でずっと終わってたらしいんですよ、うん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 、まあそれで調べてったらリノベーション得意な会社があるってことでうちの会社にぶつかり、はい、でまあメールをもらって、うんうん、でまあまあメールもらう中で
あの自分の YouTube を見たらしく、うん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 、そこからこうちょっとうちの建物だったらどんなことできますかねなんていう話にちょっとなったんですね、うんうんうん、まあ新潟の お父さんが住んでいる家で、はい、お父さんが亡くなられて、うんうん、でまあそこをリノベーションしてあの要は戻ってくるって話なんですけど、うんうんうん、田舎の方の家の流れにしてみるとちょっと珍しくて、はい、うんうん、通常はあの田舎の方の人って自分の持ち家だと思い出があって、うんうん、なんすかね、ここの部屋は残してくださいとか、はい、うん、そういうこうなんていうかね、話になってくるんですが、うんうん、今回全くそんなのがなく、うーん、思い入れ何もありません。お父さんが住んでた家なんであんまり私思い入れないんですっつって。あ、なるほどね。だから逆に全部変えたいって話なんですよね。うんうんうん、間取りも使い勝手が悪いし、うんうんうん、寒いし、うんうん、耐震制度どうなってるか分かんないし、はい、で家具から何からやっぱりこだわる人で、うんうん、それでもう徹底的にいじってくださいっていう、 徹底的にいじりたいのによその会社から出されるプランが、リフォームパックなわけですよ、うんうんうん、お風呂とキッチンと、ね、うん、そういうのがこうただ変わっただけの間取りがさほど変わってないっていう、うん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 、それがやっぱり嫌だったんでしょうね、はいはいはい、うん、まあ根本的にその方はこいちゃなんですけども、まあ、リフォームの路線の客ではなくて、うんうんうん、まあ費用的にもねやっぱりそんなに考えてはいましたし、うんうんうん、まあいろんなところでやって予算感なんていうの見えてきたんでしょうかからそんな形になったんでしょうけど、うんうん、ああそうですね、うん、実質は、まあ、工事としては3000万の工事っていうところでやらされて、うんうんうん、今ね進めさせてもらってはいます、はい、うん、まあその時にも言ったんですけどもやっぱりこう材木というところの率っていうのが、うんうんうん、まあ、新築よりもねかからないので、うんうんうん、そこら辺はねやっぱり、リノベーションというのをこう何すか提案させてもらったんですね、はい、でこの材木なんですけども、うんうんうん、実はここに来てもう一個困ったことが起き始めてるんですよね、あ、はい、うん、ロシアですよね、あ、ロシアですねやっぱりね、うん、ロシアは有名な材木は赤松とカラマツですね、はい、うんうんうん、赤松材っていうのはよく下地材のまばしらとぶちのぶち、あと木材使ってる会社さんはよく床板に使うんですよね、うん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 、これがまず入らなくなりますね、お、入らなくなっちまうんですね、うん、もう入らなくなりますね、あ、で、まあそれでも若干入る見込みはあるんですよ、はい、これ何だかというと、中国経由で入ってくる、はい、うん、だから中国で何かしらしたものに関しては入ってくるんですよね、家具とか、うん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 、そういうものにはこうなりやすいかもしれませんけども、うん、まあ、材料がそのまま横流しで中国から来るってことはまずないのかなってイメージですよね、で、まあ、当然値段が同じなわけがないわけです、うん、そうですね、うん、それを考えるととってもなんていうんですかね、今までこう赤松を売りにしてた会社はよろしくはないですよね、うん、量が減るじゃなくてなくなるっていう話なんで、うん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 、でしょうね、うん、でもう一個実はあるのがカラマツですよね、うんうんうん、カラマツは何が困るかというと構造用合板なんですよ、あ、うん、なるほど、構造用合板 の、 材料はあれ全部カラマツなんですね、うーん、なるほどね、まあ、カラマツって実はねじれたりなんだりしやすいんで実は材木として普通に使われることはなくて、うんうん、なるほど、うん、ああいう薄く皮をむいてこうのりで貼ってっていう風な、うん、まあ、合板にの下地になるんですけども、はい、ただでさえ合板がないって言って実は大騒ぎしてて、うんうんうん、去年ぐらいからどれですか、どれぐらいですか、井上社長、7割ぐらいは上がってますよね、まあ僕たち使ってないからあれですけども、あ、そうか、使ってないもんね、はい、うん、でも7割ぐらいはね、かなり、うん、もうなんていうの、ずっと上がって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 してますよね、そうですね、あれですよ、ホームセンターの値段とかよく見に行ったりするんですけど、
あ、なるほど、ね、うん、1000円ぐらいのやつが1700円とか1800円になってるはずですよ。へえ、うん、鼻水出ますよね。まあおおむね倍じゃないですか。はい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 、うん、ってことは合板でできてる家ってどんだけ上がるんだって話じゃないですか。うんうんうん、うん、結構ないって見ますもんね、材料も。そうですね、ないんですね。うん、床でよく使われる28ミリの合板なんていうのは、うんうんうん、ないですね。あ、ないんですね。うん、探してもないです。はあ、うん、だから去年ぐらいから流行ってるじゃないですか、パネル工法だとか。うん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 、うん、今どうにもならないですよ。あ、うん、下地がね、赤松材がない上に、うんうん、なおかつ合板がない、うんうんうん、合板が高い、うん、でこれからロシアでこうね、情勢で合板がなくなるってことで、うんうんうん、多分違う変わったものになるとは思うんです。 MDF とか、うん、そうですね、うん、系統にはなるとは思うんですけれども、うんうん、ただそれにしてもね、やっぱり価格だとか、うんうんうん、あと何にしても合板だから、壁倍率が どうだこうだみたいな話だったのが、うん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 、壁倍率変わりますんでね、うんうん、あ、そうですね、うん、パネルのいいところがないわけですよ。はい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 、うん、でまた米松が、要はカナダからの米松材が入ってこないせいで、うんうん、長期有料型住宅が全滅ですね。全滅ですか。うん、だってもともと長期有料型住宅って合板と米松にこう頼ったやり方なんで。なるほど、うん、強度的な計算も全てね、うん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 、それがもう計算が成り立たないんですね。うーん、うん、この前構造設計やってる会社さんとちょっと話をしたんですね、木造。聞いたらやっぱり長期有料だとかそういうふうなのに杉を乗っけていくっていうのは相当実は面倒が厳しくて、うーん、よく杉材ね、一傘大きくすればみたいな普通の大工さん言うじゃないですか、うんうんうん、計算上は最低でも2つから3つ傘が大きくなるんですよ。あ、はい、計算しちゃうと、うん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 、つまり、そうですね、 3.6 メーターで飛ばす針、30センチの針性が42センチいるんですよ、うん、計算すると。あ、うん、あるわけないじゃないですか、うんうん、そんな大量。うん、ましてやそんだけでかいとみんな自分の重さでみんなね、うんうんうん、歪んじゃいますんで、うん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 、相当困ってましたね。ああ、なるほど、うん、だから変にこう何て言うんですか、構造計算っていうのを、徹底しすぎてそれがこう、うん、材料が入ってなくなって今ちゃんちゃんになってるっていう、うん、そういう感じみたいですね。なるほど、いろんなところに影響が出てるんですね。いろんなところ出てますね。やっぱり材木っていうのが外国産が入ってこない分、逆に言うと国内産の流れが今非常に活発で、うんうんうん、国内の材木屋はウハウハですよね。あ、うん、本当にここまれに見る会社の黒字でしたみたいな。まあそりゃそうですよね、うんうん、倍の値段だったんですからね、うんうんうん、でいてこいつらなんですけども、なんで国産材今まで使わなかったっていうかって言ったら、うんうん、やっぱり日本の人件費が高いから、うんうんうん、それを伐採したり指定材したり、うん、はい、乾燥する技術ですよね、うんうん、そういう風なものが材木屋さんに持ってなくて、うん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 、なかなかこう物が流れなかったっていうところがあるんですけども、はい、逆にそういうこうなんていうんですか、よその国の材木が値段がこう倍になったっていうところで、そこの値段に合わせたおかげで、うんうんうん、開発する費用が出てきたっていう、まあ、はい、うん、まあ高いのはこっちは困るけれども、まあでもその分国産材の材料の、活用方法がいろいろと出てきてるっていうのがあって、丸太の流通がすごい国内で増えましたよね。なるほどね、うん、今までこうそういう国産材なんていうところが見向きもしなかった会社がどんどんと、ね、うんうん、山買い始めましたし。なるほど、あれですよね、中国木材さんが、うんうん、
何ですか、九州の山あたり買い始めましたもんね。でそれこからあの国産材の杉を何、て言うんですか、製材して使う、はい、うん、そういう流れをもう作り始めましたよね。これもやっぱり一つの流れですよ ね、 そうですね、海外から持ってくるんじゃなくて自分らでっていう、うんうんうん、まあね、中国木材さんでかいですからね。でかいですからね、はい、まあやり始めるととんでもない規模ですよね。いや、そうでしょうね。うん、まあでもいいことですよね。うん、流れとしてはね、それはね、いいことなんですよね。うん、自分の国で自給を作るっていうところとしては、うんうんうん、ただまあやるこちら側の立ち位置というとしては、まあ値段が上がってしまったりいろいろ問題もありますけれど、ただ国として長い目で見ると、うん、そこはやっぱりそういう意味の方がいいんだろうなと思う、ね、うん、まあでも僕らもアンバイガーでね、うん、そういう動きをしてたんで。そうですね、はい、だから、まあ、ありがたいなと思いますけどね、うん、そのルートがあるんでね。そうですね、もともとこうやっぱり国産材を使ってたりだとか、うん、そういうふうな取り組みをしてた、まあ、俗に言う、まあ、工務店さんでね、ちょっとこだわりのあるところ、うん、あ、うん、あのこいちゃんなんですけど、今回の意味がよく知ってて、うんうん、あの世の中で材木がないって言っても、今までそういう会社と付き合いしてるから、はい、そんなに苦しまなかったですよね。そうですね、うん、少なくとも材料は入って、価格は確かに上がったけども、うん、もうどうにかなったっていうところはあると思うんですが、はい、今までそういうふうな付き合いがないことをやってた会社っていうのは、うんうんうん、ね、いきなりこう入ってきて、材料くださいって言っても、うんうん、すいません、うちの今までの付き合いのあるところにとりあえず流さなきゃダメなんで、うんうん、お断りさせてくださいってずっと言われてるたわけじゃないですか。うん、そうですね、特にローコスト住宅系はね、うんうんうん、なんもんだから、なんていうんですか、まあ正直なところ、会社が機能しなかったっていうのがね、うん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 、現状ですよね。そうですね、うん、多分今でも、うん、稼働しないんじゃないのかな。あ、そういうところもあるんですね。うん、うん、飯田さんのあたり結構やばいらしいですよ。うん、でも飯田さんやばいと相当やばいですよ、まあ、やってる数が違いますからね。うん、あ、でもローコストで残るのは飯田産業だけだっていうような感じかなと思ってたんですけど、いや、この原価の問題が出てくると、ああ、なるほど、うん、今までどんどんと建てられたのは数の原理で、うんうん、やっぱりその分叩いて安くしてたのが、うん、あ、 そうですね、それが効かなくなると、もう今生産地が一番強いですもんね。そうです、そうです、うん、そうするとあれなんですよね、あの飯田産業である意味がないんですよね。ああ、なるほど、うん、安さだけでこうやっぱり選ばれてたのが、うん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 、よそと同じ値段になっちゃえば、うん、飯田産業の建物に何の魅力もないんで。ああ、まあ、この前も金融機関の人が来て、ローコスト住宅の会社がうちはローコストじゃないですって言い始めてるって言ってましたね。まあそうでしょうね、うん、要は自分らが言う値上がりの幅と、うん、あの人たちの値上がりの幅は尋常じゃない、変わるんですよね。今言われてましたもんね、うん、首を絞めてた分が跳ねのけられ、さらにそこで値上がりなんで、うん、うん、そんな状況になるんですよね。はあ、うん、なるほど、うん、なんかね、金額的にはとんでもない金額になってるようで、やっぱりテーマは喜びで仕事はしないとダメですね。まあ結局のところ家を建てるのが商売っていう立ち位置でやって、うんうんうん、まあ合理的にできた時はいいんですけども、うん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 、そういうこうなんていうんですかね、こういうふうなことがあったりすると、うん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 、道理に通ってない会社は淘汰されてきますよね。そうですね、うん、自分が前いた会社なんて多分このまま行くとまた売りに出されるんじゃないかなと思いますよね。いや、そう、本当ね、材料入ってこなかったらどうすることもできないですよね、うんうん、去年 M&A でね売っちゃって、うんうんうん、自分が、はい、辞めて4年で売っちゃったんだけど、うんうんうん、多分買った会社もこれ持っててもしょうがねえなって感じで売りますよね。ホームセンターかどうかでしょうね。そうです、そうです、ホームセンターとか買ったんですよね、うん、もしては住宅の素人が買っちゃってるわけですから、うんうんうん、うん、住宅業界だ、あ、ちょっとうちらはダメだなって言って見切りつけちゃったら簡単に売りちゃいますよね。うん、そうですね、うん、なんかこう
そんな匂いがしますね。うんうんうん。うん、結構そういうローコスト住宅はM&A の話がいっぱい話が来るんですよ。うんうんうん。うん、やっぱり相当こうなんかやばい会社がいっぱいあるよね。まあ会ってそういう流れの中で、うん、で今までやってきたことがいい方向にこうねつながっていくっていうのはありがたいですよね。まあ自分らはどちらかというと今まで叩かれてきてたわけですからね。うんうん。まあねやっぱり考えが違うから、うんうんうん、まあそんなバカみたいに売り上げなんか上がるようなもんでもないけども、うんうんうん、やってきてるわけじゃないですか。そうですね。コツコツとコツと、まあそのコツコツの流れっていうのがあまりこう何ですか、流れが変わらなかったらそれでいいですよね自分は、うんうん、あの人たちはひとときの売り上げでドンとやっちゃうから。そうですね。うん、なんか起きると一気に数字がマイナスになっちゃうんですよね。儲けるときは儲けるけどダメなときはほとんどねマイナスになっちゃうんで、まあ、そういう仕事ですよね。同じ建築 業界でも、まあ、また全く別物ですよね、うん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 、でも本当大沼さんのとのお付き合いも、ね、本当になんかこう言うとあれですけども必然で運ばれてきて、まあそうですね、お客さんに喜んでもらうためにずっとね、うん、3ヶ月に1回わざわざ新潟から足運んでいただきながら、いえいえ、その間にもう本当に身内からこう、うん、断熱リノベーションのご依頼があり、はい、でなんか気がつけばねショックから始まり、ね、まあ、お客さんのこと考えると屋根と、うん、本当に基礎とこの構造材触らなかったら、うん、コストが1000万ぐらい違いますもんね。やっぱり違います。45坪のお家で、うん、違いますね。すごいメリットですよね。メリットですね、うん、でやっぱり住宅メーカーさんが言う新築っていう値段と、うんうん、自分らが言うリノベーションっていう、うん、ものの何て言うんですか、金額の測り方が違ってて。そうですね。うん、新築1棟いくらじゃなくて、うん、売るまでにいくらっていう計算でやった時に、うんうんうん、簡単に1000万ぐらいは違うんで税金から、ね、ね、いやいや本当、うん、税金とか考えたらもっとすごいですよね。そういうことです。はい、そこら辺、ま、200万ぐらいは払うお客さんにメリット出てきますもんね。そうなんです。だからそういうところまで踏まえて考えるとどうなのっていうところなんだけど、うんうん、まあみんなそこら辺はね北隠しにして新築に従いますからね。うん、いや本当にそうですね。うん、まあお客さんにとっての一番の最良な方法ですよね。うん、やっぱり新築の方の方向付けがいいお客さんと、うん、リノベーションの方の方向付けがいいお客さんといますんで。そうですね。だから本当に、うん、本当お客さんの方を向いてそれをちゃんと選択できるんで、うん、本当にこうありがたいなと思いますね。まあ、どちらにしても出来上がったものがやっぱりいいものじゃないとはダメだ。断熱でリノベーションすると住んでるお家が劇的に変わるから、変わります。お客様のね満足度も全く違いますしね。もう出来上がると新築ですよね。はい、でそこはもう20年やってるわけですから、うん、はい、もうね全然まあやっていくと、まあ、他ができなくてもうちは簡単にできちゃうんで。まあそうですね、うん、よく言われますけど鉄筋の入ってない基礎だとか、うんうんうん、基礎がないような石敷きだとか、うんうんうん、知らない会社が言うとみんな持ち上げて基礎作らないとなっていう話をして、うんうんうん、金額がどんどんと上がってしまってそこまでったら新築ですよねって話なんですけど、うん、石敷きでも鉄筋が入ってない基礎でも最低限度の耐震の 1.0 っていうのはクリアすることはできますんで、うんうんうん、まあ、やり方はいろいろとあるんですけども。そうですね、うん、なのでこういっちゃなんですけどもそういうところの耐震ちゃん、まあ、国が認める耐震のところまでであれば、うんうん、持ち上げるっていうことができるんですよね。はい、なんでそういうなんて言うんだろうな安心感というかそういうふうなものっていかないとダメじゃないですか。そうですね、うん、それもう石敷きでも鉄筋が入ってない基礎でも最低限度の耐震の 1.0 っていうのはクリアすることはできますんで、うんうんうん、
まあやり方はいろいろとあるんですけども、そうですね、うん、なので紅茶なんですけども、そういうところの耐震ちゃん、まあ国が認める耐震のところまでであれば、うんうん、持ち上げるっていうことができるんですよね。はい、なんでそういうなんていうんだろうな、安心感というか、そういうふうなものでいかないとダメじゃないですか。うん、そうですね、うん、それをまあなんていうかな、説明をさせてもらって、うんうんうん、いやそこまでやっぱりやりたいです、楽しんでやっていけばいいだけのことだし、うん、そうですね、うん、まあリリノベーションやることによってグレードを上げないとダメですよね。はい、うん、ただ東京マジじゃない、本当にお父さんお母さんが500万ぐらいかけて、うん、10年ぐらいにしたリフォームはもう皆さん口を揃えて、うん、10年前に出会いたかったって言われますもんね。そうですね、もう土分に捨てたお金を生かしたかったみたいなね。そうですよね、はい、間違いないと思います。はい、まあ